はい、ということで尼崎着きました。尼崎着きました。着きました。楽屋でございます。映さないでもらっていいですか。おはようの。映さないでもらって。どんどん。おはようございます。は今からおはようございます。真っ白になりたいと思います。これを自分で言って思ってるよ。寝ると。はい、はい、ということでおはようございます。徳井太一さん、おはようございます。今回、シカラル進行を務めさせていただきます。今日は名前でございます。イエーイ。顔面会場計画徳井太一ね、これ結構塗られたりするんですか。あ、いつも塗ってるんですけど、これイベント前に塗りすぎてイベント5分前にコウメダイブになった経験があるんで、ちょっと量には気をつけています。そうですね、太一さんね、ちょっとイベント本当マジ5分前ぐらいにコウメ男優さんになりましたね。なりましたね。すごかったですね。楽しかった。3年前ぐらいですかね。はい。ブルースカイ言ってたんですね。その時でした。ブルースカイって多分2年前ぐらい。2年前か。2年前の時なんで。じゃあ今日頑張ろうな。じゃあ今からリハ前にちょっと大阪で会わせていきたいと思います。バイバーイ。はい、いきなりですいません。今本番前でございます。人工選抜本番前に今みんな着替えております。どうですか。行きましょう。準備楽しいです。今日なんか雨って予報では感じたんですけど、はい、いい感じの天気でね、はい、恵まれております。はい、はい、今みんな帰ってきました。ちょっとお見せしましょう。はい、頑張っております。皆さん行きましょう。こんにちは。今ね、大阪選抜のステージが終わったということでね、ちょっとここでご報告があります。はい、はい、どうぞ心してみて。そう、インナー忘れました。だからや、だからこんなびちょびちょやねん。ちょっと見せてあげましょう。360度見て。いや、くるくる回るタイトでしょうか。はい、まず正面いいですね。おい、背中がすごい。おい、背中チャリビッグだ。樋口君見てください。いつも腰巻きにしてたのを今日は来ました。はい、どうですか。あ、どうでした、どうでした。久々の青崎でしたけど。うつい、うつい、うつい。みんな明確しょ。今日どうだった今日どうだった。どうだった。そうね、12人初めてやったから。ああ、そうね。どうだった、ハルキ。楽しかったよ。楽しかった。今日の感想は、可愛くない。これは誰ですか。ランジちゃんです。もう一回見せてください。めっちゃ可愛くない。めっちゃイケメン。なんかあのさ、くるくるの時のランジ可愛いよね。テイテイは、テイテイどうだった。いや、俺のお菓子勝手に食べないでください。うん、美味しかった。美味しかったですか。ライブはもうね、20枚ぐらい食べてる。ちょっと